大気町は北海道十勝総合振興局南部にある町である。宇宙の町づくりを標榜し、航空や宇宙分野での実験や飛行試験を積極的に誘致し、主に大気町多目的航空公園で JAXA や大学などの研究機関が実験を行う。カントリーサインも滑走路を背景とした宇宙王冠気らしきものとなっている。ミニバレー発祥の地。 歴船川十勝総合振興局の南部に位置。西部は日高山脈に由来する山岳地帯。東部は平地で太平洋に接する。沿岸部にはいくつかの沼が点在する。太平洋に面しているものの、冬季は非常に寒冷で1月の平均気温は氷点下10度前後、連日氷点下接し20度以下の冷え込みが続く。歴船川ではしばしば、 ダイヤモンドダストが見られる。厳冬期には短時間での気温の変動差が非常に大きい。最高気温極値は摂氏35.8度、最低気温極値は低、摂氏29.8度である。なお、10分値の計測では2001年2月12日6時40分に低、摂氏30.4度を観測している。アイヌ語の耐久死から。 アイヌのクズの達次郎は以下の伝説を紹介したという。昔、トカチアイヌの村に盗賊団がやってきた時、一人のおばあさんが、のみの神様に助けてくださいとお祈りしたところ、のみたちが盗賊たちにたかって、盗賊団はみんな逃げ出してしまった。それ以来その村には、のみという名がついた。基幹産業は、落農、漁業である。雪印乳業大気工場が置かれている。 なお、2000年の雪印集団食中毒事件は、この胎児工場で発生した。日本政策投資銀行の試算によれば、新たなロケットの発射場が大気町に整備された場合、設備投資や観光客の増加などで、道内全体に年間267億円の経済効果が及ぶと試算される。かつては、疲労線が通っていたが、1987年2月2日に、 廃止されている。町内には、十勝東和駅、大樹駅、石坂駅が設置されていた。ショッピングセンターコスモール、歴船川と大樹町。ありがとうございます。